こんにちは、長野インターネットのセップと申します。こんにちは。こんにちは。今、長野県は長野アイオイズアルフシ、映画館に来ております。映画が終わりました。映画のタイトルは原発を止めた裁判ということで、ご本人が今目の前に来ていただいております。一言自己紹介兼ねて、お願いいたします。はい、元裁判官の井口秀明です。私がこの原発、脱原発の運動をしようと思ったのは、はい、私はこの大井原発の差し止め事件を担当して原発の本当の怖さが分かってしまったということなんですね。そこがきっかけで、もう普通は自分が担当した事件についてね、その活動するということはありえないんですが、はい、まあ、そういうことを言ってる場合ではないんですね。本当に日本という国がある意味存亡の危機に立っているということから、この運動を始めました。今退職されて、うん、それからずっとこの原発、うん、反原発についてこう関わってるっていう、うん、その威力というか、それはどこから来てるんでしょうかね。もう一言で言うと愛国心です。うん、やはりね、長い歴史を通じて、まあ、どの国もそうなんですけど、豊かな時もあれば貧しい時もあるんですね。はい、うん、日本の国もそうなんですね。はい、今、まあ、不景気で、まあ、30年ぐらい日本の経済は停滞してますけれども、うん、まあ、いずれ豊かになるんですよ。うん、それは国が存続してば、していればこその話なんです。うん、だけど原発事故がひとたび起きちゃうと大変なことになる。うん、多分マスコミなんかあまり大きく伝えていなかったからね、うん、東日本壊滅という言葉自体、うん、耳にしていない人が多いと思うんですが、うん、本当は福島原発事故はあれだけの事故でありながら、いろんな奇跡が重なって、はい、まあ、1件または2件ですかね、うん、まあ、一地方の問題にとどまったんですが、はい、その奇跡がなければ東日本を壊滅してたんですね。うん、その場合は3000万人が避難しなきゃいけないんですよ。うん、でウクライナが今大変なことになってますけど、うん、ウクライナの避難民は300万何百万単位の話です。だけど東日本壊滅になっておれば3000万人避難、これは現実がしてたんですね。その場合どういうことが起きるかちょっと想像してみてください。はい、うん、西日本だけでは収まりません。自衛隊は全て東日本に行っています。その時日本の防衛はどうなるのか、外国が入ってきたらどうなるのかということは菅総理、当時の総理大臣も考えたんですよ。それだけ現実味のある話なんですね。うん、そのことをまず知ってくださいという話です。でそのことを知って考えてみてください、それがどういうことか。4つある原発、爆発してる物件が映りました、はい、でも爆発は小さいものだったんですけど、うん、もう計り知れない放射能が空間にね、うんうん、はい、放出される、そのことが重要ですよね。そうなんですね。爆発が、まあ、目立った爆発だけでね、2号機と、あ、失礼、1号機と3号機で大きな爆発があったんですが、はい、あの爆発は格納容器の外の爆発だったんですよ。格納容器というのは原子炉を覆っている丈夫な鉄板ですね、はい、鉄の多いですが、あの 外で起きた爆発なんです。だから一見大きそうに見えてもそれほど放射能は出ない。あ、でも2号機はその原子炉を覆っている格納容器自体が爆発するんじゃないかと。それ吉田所長はそれ覚悟したんですよ。なるほど。うん、でその時吉田所長はもう東日本壊滅を覚悟したんですよ。間違いなく覚悟したんですよ。ただ
もう いわば格納容器に弱い部分があったんですね。そこから圧力がプスンと漏れた、うんうん、本当にもういわば2号機は欠陥機だったんですね。欠陥機で弱いところがあったから圧力が漏れた。まさに偶然です ね本当に、うん、悪いことがいいことに転化したんですね。そういう奇跡が他にもたくさんあったんですね。これ一つだけの奇跡じゃないんです。だから あたかも神様が守ってくれるくださったんじゃないかと思われるような奇跡が重なったんですね。放射能といえば原因と残り続けるってことですよね、問題点は、残り続けますね、それが問題なんです、と思うんですよね、それも問題ですね、それは後世の人たちに対する、まあ、責任の押し付けなんです、これも重大問題です、で、もう一つ問題なのは現在現時点でも危ないということなんですよね。だから特に危ないのは あまり言われてないんですけど、福島第一原発がやはり一番危ないんですよ、現時点でも、それは他の原発はね、非常に曲がりなりにも管理されてるんですよ。だけど福島原発はもう人の管理を外れちゃってるんですね。で管理を外れていて、いまだに使用済み核燃料が高いところに、まあ、中ブラリンの状態で今もあるんですよ。それを多くの人忘れてますね。そうですね、また新たに作ろうとなんていう動きもそうですね、あるんですよね、それではどうですか。それはね、原発がどういうものか分かってないんですね、やっぱり分かっていて作ろうとしている人は私は少ないと思ってますね、やっぱり原発の危険性は2つなんですよ、それ一つはね、まあ、さっき言った東日本壊滅とか日本の国を滅ぼしかねないもんなんですよ。それにもかかわらず耐震性が低いんですよ、驚くべき低さなんですね。もうこういう質問をね、友達なんかしてみたんですよね、原発の耐震性は700ガルです。じゃあ一般のうちは何ガル程度でしょうかって聞くと、ほとんどの人が20ガルとか、せいぜい100ガルの間を言うんですよ。一般のうちよりもはるかに強いはずだと思い込んでるんですよ。ところが逆です。一番強い日本の家屋は5000ガルぐらいまで、持つんですよ。その驚きを忘れないでほしいんですね。でその驚きを忘れないで みんなに伝えてほしいんですよね。まあ、原発 その説明に出てくる言葉が難しいんですよね、ガロって言われても何だろうみたいな、そんな感じなんですけど、樋口先生の場合は、それをこう噛み砕いて分かりやすく説明してくださるというところに、とても特徴的だと思うんですよね、その辺はどうでしょう。これ口でね説明できるということが大事なんですよ。これ裁判においてもそうなんですよ、話をややこしくしてね、いろんな知識を裁判官に与えてね、適切な判断してくださいって言っても無理です。そんな能力普通の人にはないんですが、裁判官も普通の人ですからね。そんなたくさん情報を与えられて適切な判断をしてくださいっていうのは無理でね、分かりやすい話を裁判官にもやらないとね、こんがらがっちゃって結局権威のある方についちゃうんですよ、わけが分からなかったら人ってそうするでしょっていう話なんですね、非常に専門分野の話になっちゃうんですね。そうすると地震学の権威とかね、原子工学の権威とかね、そっちに行っちゃうんですよね、私は、まあ、映画の中ではね、河合先生は科学論争をしないと、今までは科学論争だけどこれからは科学論争しないと、もうある意味正しいんですけどね、いや
私が言いたいのは本当の科学論争をしましょうっていう話なんですよ。で本当の科学っていうのは地震観測記録とかね、はい、実験とか、はい、客観的に得られたデータを重視するというのがこれは科学なんですよね。でもう一つ地震学っていうのはね、この原発敷地に限っては700ガル以上は来ませんっていうようなそんな予知予測ができるほど科学として成熟してるんですかという、これもいわば骨太の科学論を法廷でもやらなきゃいけないというのが私の考えなんですね。なるほど、うん、今後どうですか、金先生としてはどんなふうにこう運動を進めていったらいいかと思うんでしょうか。うん、まず国民の人が多くのことを知らないとダメなんですね。少なくともね、東日本壊滅ということはほとんどの人が知ってる状態ではないとなかなか最高裁までは勝ちきれないです。うん、そういう国民の意識の問題ですね。原発は本当に危ないんだっていうね、大変なことになりかけた日本の国がね、傾きかけた、あるいは存続の問題であったということを多くの人が知ってほしいんですね。うん、それが出発点だと思います。なるほど、うん、ぜひ夢に向かって、はい、みんなと一緒にこう頑張っていってほしいと思います。はい、ありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼します。失礼します。